ブラジリアングレイハウンドとは、ブラジル原産のグレイハウンド犬種である。別名は、ベアデイロ・パンパーの、ベアデイロ・ブラジレイロなどがある。サイトハントとセントハントをこなす、多目的な猟犬として開発された犬種である。イングリッシュグレイハウンドとイングリッシュフォックスハウンドを、掛け合わせたものをもとに改良を加え、その過程で多種のサイトハウンドや、セントハウンドの血を加えて作り出された。 サイトハウンドとして優れた視力で獲物を発見し、優れた脚力ですぐに獲物を捕らえることができたほか、セントハウンドとして鋭い嗅覚で獲物の匂いを粘り強く追跡し、長時間かけて獲物を捕らえることもできる。また、ブラジルで奴隷制度が合法であった時代には逃げ出した奴隷を捕らえる犬としても使われていた。しかし、19世紀にフィラブラジレイロが誕生すると、 奴隷捕獲権としての役割は、ごく短期間だけで取りやめられた。フィラブラジレイロは、訓練により、奴隷を怪我させずに捕らえることができたのに対し、ブラジリアングレイハウンドは、訓練を行ってもうまくいかず、狩猟に熱が入りすぎるあまり奴隷に重傷を負わせたり、瀕死にさせたりしてしまうことがあり、効率が悪かったため、取って代わられるようになった。 奴隷制度の廃止後は粘毛な性格が取り除かれ、猟犬としてのみ使われるようになった。現在は希少化した犬種で、ブラジル以外ではまず見かけられない犬種である。ブラジル以外で記された本種に関する資料は数少なく、知名度はとても低い犬種である。不死への公認申請も行われていない。グレーハウンドの容姿を持つが、ボディはセントハウンドの血統を反映して、 がっしりしている。マずる、首、胴尾は長く、耳は垂れ耳で、尾はサーベル型の垂れ尾である。コートはスムースコートで、毛色はホワイト、グレー、ブラウンなどの単色。大型犬サイズの犬である。ありがとうございます。